全く分からへん。下田、緊張で辺り一面を凍らせてしまった。氷室くん、お、すごいですね氷室くん。私今日誕生日なんです。この景色、誕生日プレゼントって思っていいですか？いいえ、違うんです。そうじゃなくて、これは、え、開けてもいいですか？冬月さんに似合うと思って勢いで買ってしまったんです。今日渡したくて。冬月さん、お誕生日おめでとうございます。こっちは溶けない雪ですね。なんだか氷室くんみたい。氷室くん、似合いますか？